捕らえられまい。ごつい獲物を持ってやがる。食らったらシャレにならないわよ。ああ、そうでなきゃ修行にならん。覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイスクスメイヘン。1の方、4の方、後ろ、そこや、そこや、しまった。セイドマラキン、そこや、こいつはどうだ、こいつはどうだ、どうし、捕らえられない、どうだ、呪い、封じ、捕らえられない、こいつはどうだ、4の方、痛みを忘れ失踪した。ノクロ、全員防御。オンに蹴る。うん、まあまあの手応えだったな。やっぱり自分が修行したかっただけなのね。俺のためだけじゃないぞ。俺が強くなればお前の戦力が大きくなる。これも立派な恩返しだ。自分のためっていうのは否定しないのね。当然だろ。修行して高みを目指すのは剣士の佐賀だ。今さらだが、なぜ六郎は恩返しをすることになったんだ。ベルベットは俺の命の太刀のありかを教えてくれたんだ。あと懲役500年を食らった牢獄から解放してもらった。感謝の順番はそれでいいのか。だから信用できないのよ。新語彙だな。蘭月家の男は義理がたいので有名なんだぞ。それにしても蘭月って変わった名前だよね。独自の権威と太刀を操る一族と聞いていたが。うん、なんでもご先祖は遠い異国の剣士でな、大昔にこの大陸に渡ってきたらしい。異国の剣士、道理で変わった剣と技を使うわけね。ご先祖は慣れない土地で随分苦労したらしいが、とある貴族に拾われた。以来蘭月一族はその貴族を主君とし、恩を返すために仕えてきたんだ。用心棒として
用心棒兼暗殺者兼隠密兼影武者兼。命じられれば何でもか。借りたものは必ず返す。命を使ってでも。ご先祖が残した家訓なんだ。実際5人いた俺の兄貴も4人死んでるな。義理がたいだろ。分かったわ。要するに一族揃ってまともじゃないのね。だな。味方のうちは頼りになるとも言えるがな。ん？なんでそうなる。Thank you.